りさん、こんにちは。みさん、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。なんかちょっと今日質問があるんですけど。あ、はい、はい、どうぞ。ラジオ、私ラジオのパーソナリティをさせていただいてるんですけど、はい、最近あのすごい感じるのが、やっぱあの私の番組が、一歩踏み出す勇気を、田辺恵美子のスペシャリストにインタビューっていうあの番組で、各分野のこのスペシャリストにいろんなあの人生のお話だったりっていうのをお伺いあのさせていただいてるんですけれどね、はい、その打ち合わせとかも含めて、はい、あのいろんなお話をさせていただくんですけど、なんかやっぱすごい皆さんも共通して思うのは、はい、すごい皆さんすごいエネルギーが高いなっていうのをすごく感じて、うん、すごいなんかいい空気感の中でなんかすごい終わった後にいいエネルギーをもらったなっていう感じにいつも思うんですけど、うん、はい、なんかその辺ってなんかあつしさんなんかどう思いますか？なんかやっぱりあつしさんもすごくエネルギーが高いなってお会いした時に思ったんですけど、はい、まあ、なんか霊霊とか聞いたりするとエネルギー上がるとかなんかそういう感じなんですか？そうですね、あの、まあ、いきなり霊霊、そうです、僕はあの結構意外に思われるんですけど、プライベートではというかレゲエが大好きでずっとレゲエばかり聴いてるんですけど、はい、で僕も実はですね、はい、セッション中もレゲエ流れてるんですよ。セッション中、プライベートセッションの時も結構レゲエ流してたりするんですけど、流れてました。あ、流れてましたっけ？流れてました。そう、流れてるんですよ実際に、はい、で僕がレゲエを流す理由っていうのは、このレゲエのこのなんていうかノリノリのアップテンポな感じのリズムが僕にとってのエネルギー源なんですよ。これは本当そうでもなんでもなくて実際のエネルギー源なので。そうなんですね。そうなんですよ。実際僕 の、 あのテンションが上がるっていうか波動が一気にポンと上がるんですよ。なので僕はあえてレゲエ流して、だからセッションの一部として僕レゲエ使ってますね、取り入れてますね、あえて。そうなんですよ。だからあの、あ、そうそうそう、ちょっとあの僕がねレゲエを流し始めた理由をちょっとだけお話しすると、僕昔はあのそのレゲエとかじゃなくて、あのよくなんか癒し系のヒーリングサロンとかで流れてるようななんかナチュラルな感じの癒し系の音楽ってあるじゃないですか。あ、ありますね。アウンド的な波の音が流れてたりとか。わかります。昔は ああいった感じの静かな音楽流してたんですけど、はい、っていうのはあのやっぱり お客さんクライアントさんって重たい方が多いので、はい、メンタル落ちてるとか沈んでるとかうつ気味な方とか、それでレゲエをジャンジャが流してもちょっと変じゃないですか相手がするとえってなっちゃうので、はい、それで僕はそれに合わせてこの静かな音楽をチョイスして流してたんですよ、はい、BGM 的に。うーん、それがある時ですよ、僕はふと気づいてですね、はい、ちょっと待てよと、俺の仕事ってなんだってなって、はい、俺の仕事はこの人たちを上げるのが仕事なんじゃないかと、はい、落ちてる人に俺が合わせてどうするんだってなって、でその瞬間にもレゲエに変えたんですよ。あ、そうなんですね、うん、そうなんですよ、っていうのと、そうシナリオの流れがあって、そのいろいろ落ちてる方に僕がこの寄り添うように合わせてたのを、そうじゃないってことになって、ここに引き上げるのが俺の仕事だろうってなって、じゃあ俺レゲエじゃんってなって、もうレゲエで行こうってもう変えたんですよ。その瞬間からレゲエですね。変えたら何か変化ありましたか？まあいろいろあると思うんですけど、はい、多分僕自身がセッションをやりやすくなったっていうのがあるかもしれない。要するにこのエネルギーとか波動とかがメンタルが落ちてるお客さんに合わせて僕自身落とさなくて済むようになったので、あ、僕はノリノリで上がったまんまでそのままこの相手するみたいな、っていう変化は、あれですか、お客さんもそれに引きずられてエネルギーが上がるみたいなところもあるんですか？もちろんあります。うーん、僕がその僕ね、どんなお客さんが来ても一切なんていうかな、ものすごい落ちてる方とか、例えば本当に極端な例で言うともう自殺寸前の方とか来ても、僕テンション一切変わらないんですよ、まんまなんですよ。レゲエ流しても、あ、そうなんですか、はっはっはってやっちゃうので、はい、で相手はそんな僕の
ハイテンションっていうか、50分も60分も付き合ってると終わる頃に一緒に笑ってるんですよ、はい、それで僕はあえて今レゲエを取り入れてるというか、なるほどっていう感じで僕は今レゲエを、はい、使ってます。はい、そうなんです。そんなにあれだったんですね。実は意味あったんですね。そう、一応意味付けをすればそうなる。もともと好きなんですけど、でも実際に聞きながらテンション落ちるってなかなか難しいんですよ。レゲエ打つ気味の方にはレゲエミュージックおすすめです。まあ、何でもいいんですよ。ちょっとハイテンポ気味でテンションを上げてくれるようなこのリズム感のある音楽だったら何でもいいんですよ。それが僕にとってはレゲエだったっていう、それだけの話なので。なんかレゲエ話になってしまいましたが。でもそれだけエネルギーをハイに保つっていうことが大切だっていうことですよ。そういう環境を自分で作るってこともすごい大事ってことですよね。そうなんです。特に僕のようにエネルギー落ちてる方を常に相手してる人っていうのは、はい、自分のエネルギーを保たないといけないので、そういう本当にものすごい重たい方を1日に4名も5名もまともにって変な相手に合わせてたらね、1日多分持たないと思うんですよ。そうですよね、うん、だからこっち側としてはハイテンションで乗り切るっていう、一切合わせない、落とさない、っていうのが僕のヒーリングのスタイルですね。なるほど、はい、でもあれですよね、エネルギーやっぱりずっと持続して保って、そういう風にアツシさんみたいに、こう引きずられることなく自分がいつも高い状態で入れたらいいなとかって思うんですけど。そうですよね。アツシさん、できたりするんですか？できますよ。え、そうなんですか？レゲエかけてもいいですか？あ、全然いいです。今はかけないですけど。はい、なんかそんな感じでなんかセッションしてみますか？え、いいんですか？いいですよ、高いですけど。いいですよ。後で個人的にエミさんの方に請求書の方を送らせてもらいます。で、個人的に私は川本さんに送らせていただこうかと。じゃあ、できるならお願いしたいんですけども。わかりました。はい、まあ、エネルギーを上げる系ですよね。はい、エネルギーとか波動とか気力とかやる気とかテンションとか、その辺を上げていくような、まあ時間頑張りありませんので、もうチャッチャッチャッとやっていこうかなと思うんですけど。はい、じゃあエミさん、この自分のエネルギーがなんとなく高ぶってくる感じ、はい、テンションとかですね、なんか心臓の鼓動が速くなったりとか、ゾワゾワする感じだったりとか、なんとなく感じ取られてみてください。でもなんかもう今すでにもう上がって、もう始まってますね。実は5分ほど前から、このままでいくと僕なんかずっと喋ってるなと思ったので。5分ほど前から始めてますけど、もう上がってます。なので、そう、だんだんこの気っていうか、はい、エネルギーがこう上がってくる感じなんですよ、上半身に。上がってきて内側から気力で満たされてくるような感覚、もう結構来てます。来てますよね。結構で若干体温が上がってきてポカポカしてきたりとか、はい、あと声のトーンとか、この辺の喉とか胸周りの開き具合だったりとか、はい、っていうのがね、ちょっとずつ変わってくると思います。あと5分ぐらいでちょっとやってみようかなと思うんですけど。はい、お願いします。はい、軽い深呼吸を続けてもらっててもいいですか？はい。そうすると自分のこの胸の中に気が充満してくるのがね、多分感じられると思うんですよ。はい。やっぱりこの
モチベーションとかやる気とか、はい、ハイテンションとか、はい、気力とかっていうものを保つために大切な場所って、まあ、いくつかあって、はい、まあ、一般的に言われてるのはこの丹田とかね、下腹部に 気を込めるとか、はい、っていうことをよくやると思うんですけど、まあ、僕もよくそこを使うんですけど、丹田っていうところと、あともう一個 Z1 でよく使うのは逆にこの胸なんですよね。呼吸で言うと腹式呼吸と胸式呼吸ってあると思うんですけど、Z1 では結構実は胸式、胸の方を活用していくんですよ、うん、そこに気を充満させるというか、はい、うん、そうするとやっぱりこの胸周りって一言で言うとメンタルに関係すること部位なので、メンタル面とか精神面とか、あと気分とか単純にモードが、はい、ムードが上がっていくっていうところがあって、うん、なので今も 胸周りにこの 気力気のエネルギーをどん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 充填しながら、その気力とかテンションとか、あとは僕の最近僕の頭で浮かんできた僕の中での流行りの言葉がハイハッピネスっていう、ハイっていうのはテンション、ハイのハイと、はい、ハッピネスはハッピー、若干テンションを高めでハッピーである状態が、多分成功者って皆さんそうだと思うんですよ。あ、そうですね。うん、ね、その逆の人っていないと思うんですよ。テンション低くて、ちょっとなんか憂鬱な気分で、私なんかね、去年すごい成功したんですっていう。なかなかいないと思うので、多分逆だと思うんですよね。みんな異様に何かテンション高くて、ハッピーで、自信とかに満ち溢れててっていう、そうですね、若干人並みは、若干一般的なレベルよりちょっと頭飛び出てると思うんですよ、そのハイネスっていうところで。はい、なので、そのハイハッピネス、テンション高くハッピーである状態、うん、っていうのを作っていく、はい、っていうようなヒーリングを行っています。はい、もっと時間があれば、丹田とか、その他の部位とかも全部やっていくんですけど、はい、今日はね、時間が少しかありませんので、とりあえずその辺を重点的に行っていきます。はい、お願いします。で、深呼吸をすると、この胸の中がだんだんこの広がってくる感じ、あったかくなってくる感じ、体温が上がってくる感じっていうのがなんとなく感じられるかもしれないです。で、声とかも変わってくるので、やっぱ胸とかハートとかですね、ハートとか胸とか、喉が開いてくるので、はい、声が出しやすくなったりとか、うん、あと声に、僕もちょっとずつ声変わってきてるんですけど、声にこの響き、重み、波動が乗っかってくる感じにも少しずつ変わってきてますね。エミさんも声のチェックをすると分かると思うんですけど、あ、はい、今日はあれですね、モチベーションアップ系のヒーリングなので、はい、あの月曜日の朝とかですね、はい、ちょっとテンション落ち気味な時に活用されるといいかなと思いますね。そうですね、週の初めの、うん、そう、仕事始め、あとはね、はい、あのお昼後とかね、午後の仕事始めとか、ね、眠たい時とか、ちょっとこう今から気合い入れたい時ですね。そうですね。うん、タイミさん、大きく深呼吸を2、3回続けます。どうぞ、深呼吸。
じゃあ、エミさん、ラスト、手をストレッチして、胸周りを目いっぱい広げるように、はい、で深呼吸するんですけど、呼吸するときに、この胸の上の方ですね、この辺、もう鎖骨のあたりまで思いっきりこう、もうこの辺まで息を吸い上げるイメージでストレッチしながら、思いっきり2回いこうかな。深呼吸します。はい。いきますよ。はい、どうぞ、2回いきます。ストレッチしながら、ここまで、もう鎖骨のあたりまで、ぐーっと肺を引き上げるイメージで、目いっぱい吸い上げます。目いっぱい、目いっぱい、目いっぱい。いただきます。もう一回いこうかな。はい。エミさんどうでしょう。もうそろそろ終わりますが、何か今の気分はどんな感じですか。何か体感ありましたか。そうですね、なんか希望があるって感じですか、ね、の感じで感じですか。なんか少しなんか体温上がってません。僕は暑いんですけど、なんか若干そうかもしれないです、ちょっとなんか動きたくなる感じ、何か始めようかなみたいな。そうですね、なんかそんな感じですね。なんかこのままなんか家の掃除でも始めようかなみたいな、はい、動きたくなる感じが今多分そうそうそう、なんかワクワクっていうか、なんか可能性を感じるみたいな。そうですね、なんか自分にこの自分の中にこのパワーっていうか力っていうか、そうですね、自信っていうか、そういったものがちょっと宿ったような感覚。あ、そうです、そうです、そんな感じです。ね、本当はまだまだ行きたいんですが、一応今日はこんな感じで終わろうと思いますが、はい、大丈夫でしょうか。さん、ありがとうございます。僕のね、声の具合が全然違うんですよ。ね、なんかね、このままこれが続くって思ったらちょっと嬉しいですよね、これから。そうですね、本当はね、あと30分40分くらいでがっつりやってみたいんですが、はい、これまた次の機会にということで、ぜひ今日の動画をどんどん、はい、あのラジオのお仕事の前とかに活用されてください。そうですね、はい、ちょっとあと週の初めとかですね、ちょっと、繰り返し見て、ちょっとまたずっとエネルギーをね保ったらいいなと思います。リクエストに答えていただきまして、アトシさんありがとうございました。こちらこそありがとうございました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、最後までビデオをご清聴くださってありがとうございました。もしかしたらね、何かしらこのビデオをね最後まで見てくださったあなたのね中でちょっと変化だったりとかですね、何かしらの感覚がね変わってたりする部分もあるんじゃないかなというふうに思います。アツシさんのヒーリングはですね、僕もそうでしたし、何よりね僕の妻だったりとか僕の周りの人がですね、受講するたびにどんどん人生を好転させていっているんですよね。でいわゆるね、現代のその西洋医学であったりとかですね、他の学術的な部分ではですね、今まで一切治ることができなかったそういったね病気だったりとかね、自分の嫌な部分とかもそうですよ、そういった部分がですね、アツシさんのこのヒーリングによってですね一発で治ってしまうっていうのがね、それがアツシマジックのね素晴らしいところなんじゃないかなというふうに思うわけなんですけれども、で今回ですね、2022年の1月30日にですね、アツシさんとの久しぶりのですねセミナーを、開催することになりました。なのでね、まだアツシさんの受けたことない方はぜひね、受けたことある方もそうなんですけど、1月30日日曜日ですね、日本時間の午前中からお昼前後、考えておりますので、必ずねこの日開けといていただければなというふうに思いますし、今回はね、今回のアツシさんのお話でもありましたけれども、いかにして高い波動をキープしていくね、そのチューニングの仕方をね、アツシさんのヒーリングの方でやってきますし、僕自身もね、ご存知かと思いますけれども、潜在意識引き寄せの法則、いろんなものをね自分で、実験しながら今やってきてますけれども、やっぱり自分のエネルギーレベルが常にね高いようにしていることによって、たくさんのやっぱ良いことっていうのがね当然起きてくるわけなんですよね。
だからもしかしたらその今回これビデオ見てくださってあなたもね、あなたが悪いわけじゃなくてあなたのエネルギーレベルが低いことがもしかしたら問題ないかもしれないですね。だから多くの人はね、なんか行動力を上げようとかね、何か新しいノウハウを知れようって言うんですけども、その前にもともと持っている自分のエネルギー値を上げてしまうことによって自然にできる領域を増やしていくというね、こっちの発想がもしかしたらね必要なのかもしれないですよね。はい、まあ、そんなわけでね、今回僕も非常に楽しみにしているんですけれども、ハイエナジーセミナー、近々開催いたしますので、ぜひねちょっと2022年は新しいまた現実を見てみたいな、新しい自分に出会いたいな、ここから新しい自分をもっと始めてみたいなって方ですね、ぜひ今回のセミナー本当におすすめですので、近々またご案内届くと思いますけれども、楽しみにしていただければなというふうに思います。またご案内はですね、メールマガジンの方でビデオの方ではします、 YouTube のビデオではしませんので、必ずね、この下にあるメールマガジンの方を登録忘れずにしておいてください。そのわけですね、今回も最後までご清聴くださって本当にありがとうございました。またセミナーでお会いできることを心より楽しみにしております。じゃあね。